今日はね、僕がプライベートマッチを開いて、平和な部屋を提供いたしました。どういうことかというと、初心者の時にさ、上級者と同じ部屋に入れられて、なんか、ボコボコに倒されちゃうっていう経験が多分みんなもあると思うんですけど、今日はそういうのもなしで、まあ、ただ塗り合いをするためだけの部屋をプライベートマッチで作ったので、今日はまったり塗っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、マッチングしました。ステージはコンブトラックで、ルール縄張りバトルよろしくお願いします。ガチマッチでもよかったんですけど、まあ、とりあえず縄張りバトルの3分間、しっかり塗っていきたいなと思います。で、一応ね、もう相手チームとうちのチームにはもうキルはしないようにって、あらかじめね、言ってるので、多分、今ちょっとマイクの位置変わっちゃったな。聞こえてます？あ、聞こえてますか？そう、まあ、一応、塗るってスペシャルも使っていくんですけど、大丈夫かな？大丈夫そうだな。よかったな。みんな、嵐はいないみたいだ。こういう時に嵐がいたらね、綺麗になっちゃうんですけど、おー、すれ違うすれ違っていく。お互いがお互いを傷つけず、ただ塗るためだけの部屋。いいね。スーって、素通りしていく。あれ味方に撃たれてるって、味方に撃たれてる。でも味方に撃たれても大丈夫。すげえ、スペシャルとかすげえ溜まるよ。塗りポイントも溜まっていく。で、まだ誰も倒されてないですね。塗って、塗って。あ、塗る場所がなくなってきたな。どこを塗ればいい？あ、こことかか。この通路とか。相手チームの後ろとか行くとね。いっぱい塗れるかも、ね。あ、こことかね、塗ろう。はい、スペシャル溜まる。気持ちいいな。気持ちいいな、スプラトゥーン。始めたての頃ってこういうゲームだとみんな思ってたよね。塗り合いっていうか、塗り絵のゲーム？陣取りゲームって最初聞いてたので、俺が買った時も。全然敵を倒す概念がなかったんですけど、多く塗った方が勝ち。まあ、CM もそう言ってましたからね。多く塗った方が勝ちだと思ってたんですけど、なんかやってたらね、みんなキルして、意外と殺伐としてたっていう。普通の FPS より全然戦ってるじゃんって、思ってたよ。このゲーム楽しいから。まさかもう1分、残り1分しかない。イェーイ、こう真ん中陣取ってね。塗ってね。こう塗って。あ、いる。足元塗っちゃう、足元塗っちゃう。うわ、危ない、死ぬ。イェーイ、横切りまーす。後ろ、失礼しまーす。こう塗っちゃうか。見て。すごい、待って、相手目光ってる。めちゃくちゃ光ってる。これいいな。これよ、スプラトゥーン。最先端のスプラトゥーンこれよ。こうやって塗るんよ。いっぱい塗って。おお、うちのチームも光ってる？あはは、光った！俺も光ってる。みんな光ったよ。平和。平和すぎる、これ。かわいい。イェーイ、ありがとうございました。はい、マッチングしました。しょっつる鉱山縄張りバトルよろしくお願いします。で、次はね、スプラローラーで、塗ります。はい。スプラローラーはね、パシャパシャもできるんですけど、ちょっとコロコロしようかなと思いまして。あとね、初心者の頃なんかコロコロしてるイメージがね、個人的にあるので、コロコロでいきたいと。ただね、当たっちゃうと死んじゃうから、危ない。交通事故に遭うとね、ね、お互いやられちゃうから。インクなくなってる。大丈夫か？おお、危なかった。危ないよ。危ない。平和じゃない。平和じゃない。危ない。なんか後ろ来てる。怖い。塗って。あ、大丈夫か？インクなく、あ、俺もインクなくなっちゃった。お互いインクなくなっちゃった。あ、危ない。助けて。おい、ちょっと。うおー、危ない。事故る。あー、事故る。怖い。
よいしょ。待って、待って、待って、大変だ、これ、意外と。意外と大変だ。こんにちは。おお、びっくりした。待って、危ない、危ない。危ない、危ない。あれ見た？あの、ポッキーゲームみたい。ギリギリで止めるやつね。ポッキーゲームの。チキンレースみたいな。よいしょ。よいしょ。ここも降りるぞ。ベルトコンベア。降りてってと。俺の後ろ塗ってる。あ、インクなくなっちゃったな。ここちょっと上上がるか。よし。ちょっとみんな呼ぼうかな。カモンって。カモンって呼ぼう。カモーン。あ、来た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 。来た。うなぎ軍団来た、うなぎ軍団。うなぎ軍団一緒に行くぞ。一緒に。一緒に乗ろう。カモンカモン。あー、ミスった。おー、大丈夫か大丈夫か大丈夫か。やばい。やられてる。あの、ベルトコンベアにやられてる。あー、インクがない。危ない、危ない、危ない。危ない。あー、交通事故起きたった謝ってる、見て。謝ってる。これも謝っとこ、一応。事故るな、意外と。意外と事故るな。引かないようにしないとね。よし、もう一回、うなぎ軍団呼ぶべ。来た、うなぎ軍団、こっちだ。こっちに。こっちに来るのだ、こっちに。おー、すごい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。かっちょいい、かっちょいい。こっちも塗って、もう同じとこ塗ってるから、塗りポイントも負けてるけどね。試合には勝ててないけど、でも、いい感じ。あと、インクが出てない、インクが。俺、もうインクが出てない。よし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 。よし、頑張れ、頑張れ。はい、塗ったなー。はい、マッチングしました。アンチョビットゲームズの縄張りバトルです。で、さっきまでは、若葉シューターとローラーを使ってきたんですけど、まあ、アップでちょっと強化された、フリーってか振るのが早くなったこの必戦っていう武器を使って、今度は塗り合いを楽しみたいと思います。めっちゃ早くなりました。これ早いよね。まあ、インクアーマーだしね、必戦。あ、でも一人なんか必戦ヒューいるわ。一人だけ武器が、必戦ヒュー。塗って。めっちゃ塗れる。インクアーマー発動。これさ、真ん中でスプリンクラーみたいにくるくるしたらめちゃくちゃ塗れるんじゃない？ほら。ほら。なんか線だけど。ちょっと線っぽいけど。結構塗れた。あ、こういうとこから落とすのも楽しそう。結構塗れるんですよね、これが。あ、この高台とか。はい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 。いいね。いいね、いいね。もうそんなとこ登ってんの？ちょっと待って、俺も行きたい。この敵陣に行きたい、敵陣に。おー、行けた、行けた、行けた。ナイス。ナイス。やっぱ敵陣地塗るのいいよな。え、てかこれどうやって行ったの？あれ？あ、ここから登ったの、頑張って。よう登ったな。ここよう登ったな。お互いの陣地が入れ替わってるな。あ、真ん中戻ってきました。あ！ごめん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 、ちょっと謝りに行ってこよう。間違った。間違った。あ、やべやべやべ。危ない危ない。二人目、あやめてしまうところだった。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。もうしません。もうしません。危なかったね。この人後ろ塗っとこう。もしかしたら危険な塗り方があったのかもしれないな。あっちからしたら上から必殺の弾が落ちてきたもんね。ごめんってみんな真似してくれたぞ。ほい、ほい、ほい。見て、見て。わー振り向いたほい。インク回復してと。お、危ない危ない危ない。あ、ここに人工密度集まりました。誰かやられたぞ。やられちゃった。見えちゃった。事故だ、事故だ。すげえ、すげえ。餅つきみたい。これ餅つきみたいだな。あ、危ない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 。違う、違う。悪気はないです。悪気はないです。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。うわぁ！
ほい。ほい。餅つきだ。はい。すごいね。気持ちいいなんか。はい。はい。はい。よかったよかった。いい部屋提供できたんじゃない？普通に塗るの楽しいんだけど。勝った勝ってた。はい、マッチングしました。ムツゴロウ縄張りバトルなんですけど、今回は観戦モードにして上から見ていきたいなと思います。おぉ、すごい。でかいな、ムツゴロウ。上から見たらね、結構いい光景なんだよね。スプラトゥーンの CM ってこういう角度から映してたと思うんだよね。まあ、最初は周り塗っていくって感じかな。お、お、お、お。黄色チームと赤チームが合うぞ。あ、助け合い、助け合いだ、助け合いだ。上登ってる。赤チームが黄色チームの上登った。入り込みましたね、赤が。リスポーンまで入り込んじゃいましたね。めっちゃついてってる。めっちゃついてってる。ほら。ストーカーだ、ストーカー。ストーカーしてる。ここクルクルしてるね、二人で。おー。すごい、トムとジェリーみたいな。あ、こっちで塗り合いが行われてる。塗り返してる、お互いが。倒さないように。平和だ。いろんなところでいろんなことが起きてるぞ。こっちは？こっちも追いかけっこしてない。こっちも追いかけっこしてるわ。待って。後ろ、くっついてる。こっちは？あ、こっちなんか遊んでる。あ、遊び始めた。遊び始めた一人。あ、必戦符、唯一の必戦符が雨を使ってる。